私が書いた離婚届どうして勝手に捨てちゃうのよ。やっぱり書いたのはお母さんでしたか。役立たずの嫁なんて必要ないの。さっさとうちの子と離婚しなさい。文吉の赤ちゃんがお腹にいるっていうのに何言ってるんですか。しかももうすぐ臨月ですよ。文吉のとか言ってるけど実は浮気相手の子だったりして。浮気なんてしてませんから。どうだか、あんたは不死だなな女だから信用できないわ。今まで不死だなな要素ありました？真面目に専業主婦してましたけど。まず母子家庭って時点でダメ。どうしてですか？あんたの母親も不死だらだったから離婚されちゃったんでしょ？違います。父は私が小さい時に病気で。悲劇のヒロイン気取りはしなくていいから。お母さんだって離婚されてるじゃないですか。人のこと言えるんですか？私は文吉が二十歳になるまで夫とは籍を入れたままだったわ。だから母子家庭とは違うの。自分勝手なお考えですね。なんですって？目上の人に対してそんな態度ありえないわ。やっぱり嫁にふさわしくない。それは文吉が決めることですよ。お母さんは口出しすぎです。文吉もあんたとの離婚に賛成してるわ。え？実は大きな病院を経営しているとこのお嬢さんと縁があってね。そっちと再婚させようと思ってるの。冗談でしょ。もうすぐ子供が生まれるのに。じゃあ子供がいなかったらさっさと別れてくれるわけ？どうしてそうなるんですか？あんたが妊娠する前にこの話をしておけばよかったわ。っていうか文吉が離婚に賛成してるって本当なんですか？そんな話全くしてませんけど。ママがそう言うんだったら考えてみるって言ってたわよ。完全にマザコンじゃん。知らなかったの？文吉はあんたのことより私の方が大事なんだから。うすうす気がついてましたけど、そこまでひどかったとは。あんた文吉のこと好き？そりゃ好きだから結婚したんですけど。だったらあの子の幸せを願って別れてくれるわよね。私と別れるのが文吉の幸せなんですか？あんたと別れれば金持ち令嬢と結婚できるもの。私もあの子も幸せになるに決まってる。お金目当てですか？そんなんじゃ令嬢も相手にしてくれないんじゃないですか？こないだ会わせてみたんだけど向こうも結構脈ありみたいだったわよ。合ってるんですか？それ完全に浮気じゃないですか。浮気じゃなくて本気の相手を探してるの。だからあの子の邪魔しないで。パパになる自覚ないだろうあいつ。人の息子に向かってあいつは何ですか？本当に無礼。無礼なのはどっちですか？家庭を壊そうとしてる自覚あります？うるさいわね。本当に理解力のない嫁だこと。離婚離婚って騒がれても困ります。一度文吉と話をしてみます。子供ができたのがネックね。なんとかしなくちゃ。何しても無駄ですからね。私は秋、29歳の専業主婦で妊婦です。お腹はかなり大きくなり、もう臨月を迎えました。それなのに離婚を進める姑と、それに従おうとするバカな夫。あの後夫である文吉と話したのですが、私の前では言いにくいのかゴモゴモしているだけ。話になりません。もし離婚をするとしても、お腹の子を無事に産めないと先に進めません。そうのんきに考えていた私に姑がとんでもないことを仕掛けたのです。そのせいでお腹の子は。数日後。臨月に穴に落ちるなんて間抜けな嫁だこと。これでお腹の子も仕留められたかしら。自分が何したか分かってますか？生まれる前にやっちゃえば問題ないと思ったのよね。私と文吉を別れさせるだけのために穴に突き落としたっていうんですか？そうだけど何？作戦が成功してよかったわ。さ、子供が流れたんだから離婚しなさいよね。流れてません。なんとか無事に生まれてきてくれましたよ。え？マジ？もうなんでよ、しぶといわね。それが人の言葉ですか？信じられない。穴の中で破水してたし、確実にやったと思ったんだけど。近くで見てた方がすぐに救急車を呼んでくれました。余計なことしてくれたわね。は？何なんですかそれ。そんな怒らなくてもいいでしょ。結果的に生きてたんだから。今回は運が良くて早産ってだけで済みましたけど、最悪本当に亡くなってたかもしれないんですよ。あなたは人の命を何だと思っているんですか？生まれてないなら命じゃないわよ。言葉が出ない。出てるじゃないのよ。こんな時に文吉は何してるの？子が生まれたってのに病院にも来ないし、連絡もつかないし。文吉なら隣にいるけど、どっちにしろ離婚するから病院には行かないって言ってるわよ。は？自分の子の顔が見たいと思わないの？早産だし、障害があったりしたら育てたくないって。これで離婚の決心がついたみたいね。よかったよかった。ほ
と呆れて言葉が出ないけど、カエルの子はカエルってことがよくわかりました。私も離婚に応じます。こんな心ない旦那も姑もいらない。なんか私たちが悪者みたいに言ってるけど、さっさと離婚しなかったあんたが悪いんだからね。何とでも言ってください。話の通じない人に何言われても何とも思えませんから。あー、これでやっとアリサさんと席を入れられるわ。アリサ？金持ち令嬢のことよ。結婚したら文吉も仕事を辞められるし、一生安泰ね。お金持ちのアリサって、養育費も払ってやってもいいわよ。きっとアリサさんに言えば出してくれるから。そのアリサさんは文吉が既婚だっていうことは知ってるんですか？どうだったかしら。話さないで席を入れるつもりですか？あんたには関係ないでしょ。いいから早いとこ離婚届書いておいてよね。離婚だけで済むと思わないでくださいね。数日後。あんた文吉に何をした？何ですか？俺の人生おしまいだって騒ぎまくっておかしくなってんのよ。再婚がなくなったから泣いちゃってるんじゃないですか？は？再婚がなくなったってどういうこと？私はそんな話聞いてないわよ。むしろなんであんたが知ってるの？私がアリサを止めたんですもん。は？知り合いなの？知り合いどころか小学生からずっと一緒にいる大親友ですよ。だからあなたがアリサの名前を口にした時は驚きました。まさか次の相手が私の親友だとは。じゃああんたが何か言ったせいで再婚がなくなったってわけ？私のせいじゃないでしょう。そもそもアリサを騙して結婚しようとしてたんだから。騙した？そうでしょ。妻がいることも子供がいることも隠して籍を入れようとしてたんだから。アリサに全て話したら悲しみより怒りで爆発でしたよ。何を話ったのよ。流産させられそうになった話とか。あんたが話さなければこのまま結婚できていたのに。そしたら病院の資金も私のものに。そんなうまくいくわけないでしょ。ちなみに私が今入院してる病院はアリサのお父さんのところですよ。だからなんだって言うのよ。もう夢の金持ち生活が。ずいぶん悲しんでますけど、もしかしてこれで済むと思ってます？何？あなた私のこと突き落としたんですよ。罪になるってわかりますよね。ちょっとしたいざこざでしょ。認識甘すぎ。こういう人が再犯するんだろうなってことで通報します。警察に？当たり前でしょ、犯罪者なんですから。違うわよ。文吉に聞いてもママは悪くないって言ってくれてるわ。逃げないで家にいてくださいね。そのうち警察が向かうと思うので。いやよ、私は犯罪者じゃない。こんなことで捕まるなんておかしい。犯罪者じゃないなら警察が来ても問題ないですよね。そうよ、大丈夫だわ。突き落とした証拠もないんだし。証拠ならありますよ。え？救急車を呼んでくれた方が証人になってくれるって言ってます。そんな、私どうすれば？捕まればいいと思います。逃げる、私逃げるわ。は？文吉が車出してくれるって。田舎に行くから追いかけてこないで。逃亡する気ですか？ありもしない罪で捕まるなら逃げた方がいいに決まってるでしょ。田舎で二人ゆっくり暮らすわ。文吉に伝えてください。犯罪者をかくまったり逃亡を手伝ったりしたら自分も捕まるよって。文吉はマザコンだもの。そんな言葉通じないわ。そうですか、ならご自由にどうぞ。ふん、地の果てまで逃げてやるから、さっさと諦めなさいよね。今警察に車種とナンバーを伝えました。はや！あ、そうだ、医療費と慰謝料を請求する気でいますので、ちゃんとそのお支払いもお願いしますね。払うわけないでしょ、そんなお金ないんだから。養育費払ってくれるって言ったじゃないですか。それはアリサさんから徴収できると思ってたからね。あ、今ね、アリサがあなたたちの捜査を手伝うって言って何台も車出してくれてるの。何台も？どんだけ金持ちなのよ。アリサの金持ちレベルを舐めてたようね。あの子も騙された側、被害者なんだからこれくらいするわよ。もう追いかけてこないで、私たちのことは放っておいてよ。捕まったら豚箱プラス私からの医療費慰謝料請求、アリサからも慰謝料請求されて地獄の生活が始まると思うからよろしくね。恐ろしいこと言わないで。私はもっと恐ろしい目にあった。自分の子がもしかしたら亡くなってしまうかもしれないっていう恐怖と戦ったわ。これからだって後遺症が残らないかどうかわからない。お腹を打ってるんですもの。あなた責任取れないでしょ。取れないわ。ならせめて捕まって反省して、そしてもう二度と出てこないで。捕まったとしても傷害罪でしょ。すぐに出られるわ。
そしたらお前のこと一生許さない。私もあなたのこと一生許さない。後日談。その後、警察アリサの捜査が続き、すぐに和子と文吉を確保。文吉は犯人隠避罪に問われ、罰が下されました。そして和子に至っては、計画性のある犯行であったため、傷害罪では収まりませんでした。その結果、無期懲役が確定。裁判長から無期懲役を聞いたときはほっとしました。もし出てきたらまた何かされるかもしれないと震えていきなければいけませんから、母としてこうしっかり守らなければいけません。優しくて強い子に育てます。必ず。